皆さんこんにちは。多件合格。今日が私の開講日というテーマですね。今日本日30分程度お話しさせていただきます。えー、担当しますのはレック専任講師三水のと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 えー、それではまずですね皆様ですね今年宅建試験を受けようかなとかね、うん、どうしようかなとか思っている方もいらっしゃると思いますがまずあの受けるかどうかというお話のところでは、まあ、ガイダンスは今回は関係ないです。あのどういうところで卓研ってメリットがあるのかとかね、うん、取るとどういうあの利益があるのか、うん、いいことがあるのかとかいうような話を、ね、するというガイダンスの回もあるんですが今回は受けると、うん、取らなきゃいけない、うん、取ろうと。 思った方向けのお話でございますじゃあまずは取ろうと思った時にどうやどうやってじゃあ勉強していいかいていいかというねそういったお話なんでございますねじゃあまずあの今日レジュメがですねこちらなんですね、えー、今日が私の開講日短期集中効率的学習の進めというところですであのまずね皆さんねじゃあ合格しようと思ってね2018年今年の試験を受けようと思ったらまず一番最初にやることは何だと思いますテキストを買ううんどこの学校に行くはっきり言いましょう どうでもいいですそんなのは。うん、まずは2018年10月21日に受けるんだったら、いいですか。2018年10月21日、今年の第三日曜日。はい、この10月21日に合格すると決めてください。もう今年の10月に合格すると決めてください。いや決めるってそんなの試験実施団体が決めることで、そんなの決めるないよと。決めるんです。いいですか。 皆さんの長い人生で卓研試験のお勉強は今年の10月21日で終わり今からやって10月21日で合格してそれで終わり決めてくださいえ、そんなことこれわかんないってといやもう決めるんですですが受かればいいな受かりたいな受かるかなってやったとしますよ、うん、今卓研試験って本当に難しいんです本当に難しい難しいんですえ、難しいからわかんないじゃんそうじゃないです難しいからこそ受かると決めないとダメなんですよ あの受かればいいなとかねその程度で言うとこれね合格できないんですね今なかなかね何でかというとねまずね宅球試験って20万人いるんですよ受験者数約、まあ、20万人超えたり、まあ、昨年もこんなね、まあ、受験者数は積極的に投稿したやつもいるんでねあの19万人になっちゃってもあの大体申し込み数は20万超えるんですよ。で昨年は受験者数も20万超えたんですけどねこの人数みんな受けに行って落ちたい人はいないと思います。 いいいいや落ちるぜ俺いないと思います、ね、それは受かりたいから来てるんですよ7,000円なんて大金払ってね、うん、貴重な日曜の10月の第3日曜日って言ったらねこれね本当にね旅行とかねいい行気なんですよねこんな勉強なんかでテストなんかで潰したくないですよということは来てるという方はみんな受かりたいんですじゃあ受かるんですかみんな受かるわけないですよね15.7要はどうです100人いたら15人しかいないんですよ85人落ちるんですよ、うん、これは相当やっぱ覚悟を持ってないと 結局ね受かりたいなーって思う人がみんな来るんですよ、えー、受かりたくない人なんていないんですよでもそれは受かんないんですよどこで差が出てきたかって言ったら頭のいい悪いとかというよりはやる気の問題です絶対受かるって決めるこれはねやっぱ受かるんですよでね受かりたいな受かればいいなーってなったとんでダメかというとあの例えば皆さんはまあこれから始めててさすがにやっぱ1か月ぐらい前に、まあ、もし、まあ、レクでももげ試験ってやってますが、ね、他の会社でもやってますが でもしちょっと高いからとか言ってね、あの模試形式の、ね、本とかで五、ね、50問でね、まあ、一応、予行研修があったら、やるのは、まあ、誰もがやると思うんですよ、うん。いきなりぶつけてはいかない、よっぽどやる気がない人、まあ、大体20万人いてもね、うん、3、4万人ぐらいは記念受験がいますから、うんまあ、それを置いといて、でもやっぱりある程度やる気があったら、まあ、プレ、プレでね、予行演習みたいな感じで模試というのは、まあ、大体やるんですよね。じゃそれやって、例えば2週間前に20点。どうです。 あの別に二十点でも二週間前二十点でもう全然合格点に持っていくことできるんですよ。ちなみに二千十七年は十七点からです。二週間前十七点から三十七で合格です。まあすげえ頑張ったんでしょうね、うん。でもそれってまあ運もあったとしてもやっぱりその最後の最後にギャンってやったのは浮かんなきゃけやめよっていう状態だったんです。うん、あのー、なんかね来年お子さんが生まれるとかでね。 でもう勉強が子供を植えるとできなくなると不動産業界でまあもう自分は不動産業界の人間だろうとそ、うん、したらもう今年取らないともうちょっと時間的に難しいとえでもしで変になって言っちゃったけどどうしよう,もう今年絶対受かんなきゃーってなってブワーって受かるんですよ、うん、要はね絶対受かると決めてると逃げ道を取らせていただきたいんですよそうするとであの ルーも言わせずもうご模試で変な点取るとなんだろうとやんなきゃいけないんでねんとかしようってなんですよそのなんとかしようっていう気持ちで合格持ってけるんですよこれが受かればいいな受かりたいなぐらいだと例えば2週間前の模試に変な点取るとどうなると思いますまずね仕事が忙しくなるんですよ仕事がやったら残業しだすんですね用もないくせに、えー、もうね受けるって知ってるじゃないですか残業するじゃないですか落ちた時の伏線張るんですよねうん あ,あ、お前さ、落ちちゃったの残念だよね。直前忙しかったからなって言ってほしいんですかね。まじで、周りはバカにしてますよ。またあいつ。残業のふ、忙しいふりしてる、あいつまた落ちるんだよ。これは伏線だよって、うん。あとね、体調悪くなるんですよね。いや、なんか最近ね、頭が痛いんだよ。首痛いんだよ。お、おでこ痛いんだよ。足痛いんだよ、腰痛いんだよ、痛んだよって。もうね、あらゆるところが痛くなるんですよね。そうです。なんかね、ラストね、二週間前だってね。落ちた時の伏線ある。 体体調が悪い体調がが悪悪いいアピールですね、うん、言われたいんでしょうねきっと落ちた時にまあ頑張ったのになあ、うん、ま前、あ、体調悪かったもんな、うん、惜しかったなって言われたいんでしょうね <laughs> まあまあれは笑ってますよ心じゃまた体調悪くなったよまた出ました得意の体調悪くなる逃げみたいな、うん、そうなんですよ。結局ね目目前の目標の標こ 目標に向かって絶対受かるって決めれないといいな、受かればいいな、受かりたいなぐらいの程度だともうね、なんかだめだと思うとね、伏線逃げ、逃げ道を探し出すんですよね。もうこれはだめです、うん。何事もやるからには絶対やると決めるえ。合格すると決める。合格すると決めたって、ちゃんと勉強しなきゃそれ受かんないですよ。でもまずは決めれないと、うん、じゃあ、皆さんはいいですか。2018年の10月21日に自分受かるぞと決めましたね。 決めた。うん。半分やること終わったようなもんです。でもね、勉強しないとやっぱダメなんですよ。じゃあ勉強いつからします？うん、よし、絶対受けると決めた。でも今週ちょっと先週の疲れが残ってて疲れてるから来週にしよう。遅い。ところで知見日まであと何日あるのか。うん。あのー、今皆さんがこれ聞いてんのが何日か知りませんけど、あのー、5月24日で150日なんですって。4月13日で100日ですって。 で大体ねこれ絶対じゃないですけど卓球試験ってねあの勉強時間300時間必要だって言われてるんですよ。うん、でもだ誰が決めたんだそんなのって言うんですけど一応平均的なものみたいですよ業界で言われてる。うん、あのはっきり言ってね300時間ね超えて1,000時間やったって受かってねえやつは受かってねえんですよ、うん。逆に100時間でもやって合格してるやつはいるんですよいっぱいいるんですよ。だからその何時間っていう何時間やりゃ受かるなんていうそんな白もんじゃない。うん やる密度によってやる努力によってそういったやり方によっても変わってきますが、まあ、少なくとも300って大体平均的には言われてるんですよ。じゃあそれ考えたらどうです ?100 日前とかになったらもう300時間やるためには結構毎日やんなきゃいけなくないですか早くやんないとマニアックなんですか、うん、だから当然のことかな1日勉強が遅れると1日の学習時間が短くなるいつから勉強してるよですか聞いてる暇はないといつからやるんですかもう早くやるんですよ。 うん、皆さんがやると決めたそれが私の開考日と、まあいうことでございます。あ、まずいな、今日8分で終わっちゃいましたね。うん、8分。いや、もうちょっとまたハメになることをやりましょう。じゃあ皆さん合格すると決めた。うん。じゃあ早くやってください。早くやってください。じゃあ早くやる。何をやる？何をやる？試験のための学習戦略。満点を狙わない。え、これだけと。そう、これだけです。まずは。これ、あのー、宅建試験ってやっぱり。 やると決める絶対受かるで3か月って短期だけど全然受かる人は受かるんですよパーンと、うん。ところがもう10年やってても受かんない人もいいんですよ。この差は何ぞ、うん。まず勉強好きか嫌いかとかね勉強頭のもともと素養があるとかないとかっていうのももちろんあるんだけどでもこの卓球試験は15%なんです合格したで一応国家試験と呼ばれるものまあ国家試験じゃなくてもいいんですけどあの試験と呼ばれるもので10%の合格率を超えるものというのは。 過去問をちゃんとやって、そしてある程度ちゃんと努力をすれば、能力を生むのに関わらず受かるものなんです。うん、記憶力が良い,い悪いじゃなくて、もう努力できるかどうかなんですよ。うん、逆に10%切る試験、例えば合格率が2、3%とかってなると、それはやっぱり努力してもやっぱりなかなか厳しいところなんですよ、うん。やっぱり能力的なもののその素養の差っていうのも出てきちゃうんですよ。これは絶対にはならないんですよ。 うん、だけど卓球試験は1 0幸い超えるんですよ。15%は甘くないですよ。だって85%落ちるんだから。うん厳しいですよ。でも厳しいけど努力しは絶対受かる。じゃあその時によし絶対受かったら満点狙ったらああうちなんでございます。なんでかというと満点狙っちゃうとどうなるかさあデータを見てみましょうとです。このデータを見て201314151617ってこれ全体見るとね。 50問以上問題ント以上正答率がある問題って2013年は3 8 2 0 1十は403416問40 4 0 4どうです合格点が3 3 3 2 3十3三十五絶対50%以上の正答率の問題。うん、去年なんか35点合格点ですが8問も上回ってますもんね。だから世の中のの中受験生の 半分の人が正解できる問題ってどううでしょ半分の人ができるんだから、うん、その半分の人ができる問題を落とさないようにしっかり取れば合格点は絶対いくんですよ、うん、だから満点狙う勉強が何でいけないかというといいですかこれからよし満点たったるぜっていうなんかそのなんかいい感じのその気合いはいいんだけど本当に満点狙う勉強すると例えば卓試験って ここから出ますって指揮ですよで。実際試験に出てるのってこのほんの一部、はい、2割から3割これのパレートの法則って言うんですけど大事なところって10のうち大体2割なんですよで2割とか言うと油断しちゃうから多めにしておきます2から3割うんじゃあこれが合格点プラス34点は絶対出てるんですよおうんじゃあ10箱を隅つつくようなところも毎年いるんです昨年もありました56万程度は うん、難しい年ちなみに合格点が31点の年なんかはこの重箱の隅系なんだこれ見たことないよ初めてだよ過去出たのなんていうのが問ありましたそういう時満点を狙う勉強をするっていうことは、まあ、過去に出た問題も含めてね満点卓球試験の全範囲を網羅しようとすると全部やるうん単期合格無理ですだって全部やるなんて卓球試験ってものすごい範囲広いんですよ ものすごい広大な範囲ですよだって、宅建試験って国家試験の登竜門って言われてるの知ってますあ知らなかったら知っておいてください。それ民法とかね、あと不動産登記法なんていうと、その民法、司法書士、うん、民法、行政書士、あと不動産投機法、司法書士、土地家屋調査士、うん、あと不動産全般、宅建試験をベースになって、不動産の最高峰の資格、不動産管理士、宅建試験、税金出てきます。 ファイナンシャルプランナー税理士、えー、区分所有法マンション法管理業務審者マンション管理士、えー、さまざまな国家試験難関国家試験のこのベースとなっている資格なんですよ。で難関の国家資格宅建試験より難しいとされる資格試験はそのピックアップした内容それが特化してもっと深掘りして出てくるんですよ。要は宅建は試験 広く浅くなんです。広く浅くなんです。じゃその広い範囲でも満点狙って勉強するとものすごい労力なんですよ。おそらく卓見試験満点狙って勉強して本当に満点いけるって頑張ってもね、三年四年五年ぐらいかかると思いますよ。全範囲網羅するので、うん大変なんですよ。じゃあ三ヶ月とかそんな程度でやるためには満点なんて狙ってたら全部やる？全部なんてやるったらやったところでこの二さがぼやけんです。だから真面目にお勉強してる。 でも完璧主義者の人って容量悪いってわかります。うん、そうなんですよ。あの完璧主義者の方って真面目は取り柄。でもあんまりなんか点数上がらない。これね。1番かわいそうなパターンですね。うん、努力してんの点数上がらないで努力あんまりしてないのに、ここだけやるっていうね。容量いいやつに負けちゃう。本当にね。これね。なんか他人事だけどね。なんか私悔しいんですよね。やっぱ真面目にやる人はね。やっぱりこう報われる世の中であって欲しい。 じゃ、あその真面目な人はどうすればいいか？って言ったら満点狙っちゃダメなんです。ここ徹底的にやってくださいよ。真面目にもう圧倒的にかかりますから。真面目になんか全部全て完璧主義やると落ちるんですよ。要はこの満点を狙う勉強すると、宅建試験は合格しないとは言いません。あの例えばですよ。もう朝から晩まで仕事しないで、宅建試験に図形で行けますと、1日14時間5時間ね。あと残り3ヶ月行けます。なったらもう満点狙ったって時間が1ヶしますよ。 やるだけで、もうやればやるほどもうそれはそれで上がりますから。うん。だけど仕事しながら家事クジやりながら学校行きながらいろんなこと他のことをやりながら空いた時間で卓見試験やるのに満点なんて狙ったらね上からわけがない、うん。だから満点狙わないで、はいここやれよーって言うんです。大事なところ。はい合格点プラス二三点、はい最低でもある。ね三四点普通はある。この二加三の部分をちゃんとやりましょうって言うんです。はいこれをちゃんと五十パーセント以上の正答率のもの それは過去出てる問題ですそれをしっかり押さえていけば合格点は取れるというのをちゃんとやってくださいねうん。だからここなんですよしかし多くの人はもし出題されたら不安だという理由から難しい問題の対策に夢中に多くの人が正解できる基本問題を知ってしまいますこれです出ちゃったらどうするのって言うんです、うん、出ちゃったらどうするのもう落とし聞こえたら出ちゃったらどうするのいやじゃあやっといてもいいんじゃないですか、うん、じゃあやっといていいけどそもそもこっちできてるんですか、うん 基本的な宅建業法というね基本的なところで全然失点したるのに民法の難しいことをね質問しても本末転倒、ええ、でも実際そういう人ってすごい多いんですまあ多分やっぱりね受験生審議になるとやっぱなるべく1問でも多く取りたいじゃあ何問でも出たいできたいそしたら難しい問題を対策すれば基本問題はできると思うじゃないですかところが違うんですよ。よく基「基礎を大事にしろ基礎を大事にしろ」って言うじゃないですか。 その基礎というのを大事にするっていうのは基礎がちゃんと固まっていればまずそれだけで卓球が合格点いきます、うん、で基礎がしっかりしてると分かんない問題も応用が効くんです現場の思考力で現場思考力で問題解けるんです、うん、応用ばっかやってると原則とか応用がもうごっちゃごちゃになってどっちもできなくなっちゃうんですよだから満点狙うとこうなんです満点狙って完璧に例えば覚えきれたらそれは満点近くで受かあるでしょう満点狙っちゃうとこのがぼやけるから どっちかな見たことはあるんだけどどっちかなはいこっちだあ裏書か,かれたみたいな。で点上がんないとい。ぼやけちゃうんですよだから、はい、出るところ徹底的てる。もし出たら出たら諦めりゃいいんですよ。 もし出たらじゃなくて、その絶対出るところ、すんごいよく出るところを徹底的にそこにね、時間と労力を注力する、それが大事。だから、学習時間が遅ければそういうこと、効率よく学習することは、商売することがあります。それはそうですあのちなみにね、卓研試験って、レックの講座だと、12月、前年の12月からね、2018年のね、合格対策のためにやってるんですよ。どうです早い人だとね、12月に始めてるんですよ。しかもですよ 85%落ちるんですよ。85落ちるんですよで85%落ちてもう宅建やめたっていう人も、まあ、どれぐらいいるか分かりませんが2割ぐらいはいらっしゃるでしょうね。でも65%ぐらいの人半分以上の人が再受験なんですよ。ということは一度経験してるんですよ。どうですそんな人たちはいですよ。もう早くしなきゃってなりますよね。もうやろうと思ったら今日始めないと。じゃあ今日始める。じゃあ今日始める。何やる満点にならないまずは。じゃあ満点にならないで次何する 過去問の話。過去問は何のためにやるのか。過去問は一番の予想問題です。で、こちらの問題をご覧くださいで、今回は別に試合試験のお勉強する会ではないので、長、え、め、ー、は見えませんけど、過去問は一番の予想問題。そう、過去問をやるイコール合格に直結する勉強なんです。で、これはもう間違いないです。あのなんとなくなんですけど。 まあ、皆さんの中には。過去問は過去出たから、もう出ないだろうと、予想問題をいっぱいやった方がいいんじゃないかという。そういう価値観の方はいらっしゃいますよね。うん、あの予想問題ってレックでも作ってます。出します。もしも予想して出します。で、各学校やります。いろんな学校の大手の学校のね。予想問題模試とかね。予想問題集とか問題集やればほら受かるじゃないのとうん。そうですね。そういうので受かる人もいるでしょうね。うん、ただね。皆さんはもう一回言いますけど、絶対受かるって決めたんですよね。 絶対受かると決めたんですよねあのうちとかの予想に頼っていいんですかいやうちとかの予想に頼っていいんですかってその聞き方なんかずいぶん頼りない感じになっちゃいましたうんだけど予想に頼るってはっきり言ってダメですよだって予想各社そう外れたらどうしますいやそれは毎年当てますよ えうちだって他の会社だって当て当ますよだってそれは何でかってっ過去問を見て過去問を見て今年の流れとか今年の周期的なものとか今年の流行りのポイントとか論点とかを探してこれが出るんじゃないかって言ったらそれは当たりますよだってずっと研究してる学校ですからえだけどそれって予想ってどっちに転ぶか分かんないの確かじゃあ何で予想するかどうやって我々予想するかって過去問を見て予想するんです何でかって言ったら過去問は過去問は過去問はまた出るからです。 結局ね、宅球試験で過去問が大事。いや、宅検試験だけじゃないあの資格試験という資格試験みんな大事ですいや資格試験だけじゃない、うん、あの受験、まあ、多分大学の受験とかね高校の受験とかもその学校の特色に合った過去問をおそらく絶対行きたいという学校は過去問やると思うんですよ、うん、それはなぜなら癖があるから、うん、宅球試験も宅球試験なんて如実なんですよ宅球試験で、ね、何の試験だか知ってます、うん、そう託児建物取引士と合格するための試験ですよね じゃあ託したても取引士の合格する試験で何のためにやってるか知ってます。なぜです。なぜあるんですか。ああ重要事項の説明っていうのをできる能力があるかどうかを測ってるんですよ。じゃあその重説のできる能力があるかどうかって測るのってあのこれ昭和33年から始まった試験ですけど託したっても取引員という時代から取引主任者になり今取引士とうんやっぱり重説できる能力か測るかあるかどうか測ってるんですよ。 だんだん問題文が長くなったり引っ掛けが多くなったり難しくはなってますが聞かなきゃいけない大事なところはニカさんここはブレないんですブレないんですこの大事なところは今も大事だし10年後20年後も大事なんですそう過去に出たのは何で出たか大事だから出てるじゃあまた出るだからこの問題は上の問題下の問題って同じような問題なんですよ同じ問題なんですよこれ別の年なんですよそのまま出るんです と、うん、ということで過去問をやってれば絶対解ける問題だ、ね、過去問は二度と出ない問題集だという人もいるいるんですよいや過去問だから二度と出ないからといやいやいや過去問を焼き直しててくるたまたまこの問題は2次で同じでね出てますけどそんなに甘い問題ばっかりじゃないですうん車の免許現チャネルの免許と違ってそんな全く同じ一語一個同じ足はそもそもないんですだけど聞かれてること要は聞いてること内容は同じ いろんな聞き方でごまかしてるけど聞いてることは同じなんですよだから大事なところははいここはいここは何でわかるんですじゃあその過去問をちゃんとできれば合格するでもその過去問をやるのが大変なんですよ。やはり法律用語があったりとかもう意味がわかんない読んでても意味がわかんないと そのためにやるのがはいまあ我々の講義なんでございません。最本番です。時間がない人ための効率的学習法。資格試験の予備校の利用で時間を有効活用。うん、まあ書いてありますけど、さっき言った三百時間の学習が必要と言われてるけど、これは平均的数字だからもちろん多くやっても少ない時間でもする。ね。じゃあ少ない時間で合格するためには、うん、まあも、ね、とのね頭、まあの記憶力がいいとかいう素養とかね、あと勉強慣れというとかもねあったりはしますが。 それがない方でもあの資格の学校に来るとだからその勉強のやり方を教えてくれますから、うん、であとは本を読んで理解して覚えるよりも聞いちゃった方がまず早いんですよ。で本を読んでるとやっぱりね読学者で昨年ダメだったけど今年は講義来ましたっていう方って実は最近すごい多いんです。うん、あのなんですかねあの景気がいい、まあ、今も景気悪くない方なんですけど、あのー、お金がジャブジャブあるようなね、うん、そういう人だともう。 資格試験やるんだからもう金払って来ちゃった方がいいよってもうね何も運も,もやさず来てねもう学校行ってやっちゃった人って意外と早く終わるんですよね。でまあ独学でやろうっていうのもあの全然悪くないしで私もそもそも自分は独学なんでねで私は学校とか使いたくないのはお金がもったいないというだけではなく通う時間がなかったからで通信とかだとなんかあのその頃私の頃の通信ってねあのビデオデッキなのビデオなんですよね。うん 早く見れるとか機能がなくてね時間もかかっちゃうしねあと私人の話はあんま聞けないんですようんあの資格が今まで私必要に駆られて資格取ったことがないので結局その資格試験っていうのがちょっとゲーム感覚でね全部やってんですよだからゲームだから自分でこう対策立てて自分でこうやってみてでダメだったら修正してで自分でこうちゃんと考えたやり方で受かるかどうかゲームみたいな感覚でやってたので 効率よくやろうっていう脳がなかったんで,、うんでまあ、それが逆に今講師の役立ってるんですよ自分でやってて分かりづらいところをこうガンガンやるんでねだからそれはそれでよかったんですけどその早く受かんなきゃいけないで早く受かりたいでなるべく効率よく受かりたいと思ったらやっぱりね独学よりもね金払っちゃうと早いですだってポイント言ってくれるんだからで聞いちゃうと読んでて分かったことで分かっただろうであろうことでも聞くとあそりゃそうだなってなるんですであと読んでて 全く勘違いした方向性でこれあの理解しちゃうことってあるんですよこれ独学者の傾向ですそうすると時間費やして頑張って覚えたとしても勘違いで覚えてるから全然あらぬ方向行っちゃうんですよ、うん、だからそこら辺は大事な勤務となるところはね講義で絶対触れるので、ね、そういうのは講義を使っちゃうとは早いですだからどこがどのように出るかそしてどういうところが大事なのかそしてどういう事例なのか、うん、そういう効率的なやり方を、まあ、このね う歯科試験、近く学校だと効率よくできますから。であとまあ最終的にね、でもね、学校来たときじゃだめですよ。覚えなきゃいけないんで。だから反復継続して問題を解くとかね、そういう作業で皆さんが脳に汗をかくというのをしなきゃいけないんですが、やっぱりでもこの効率的にやるためには攻撃者とは早いというのは、これは間違いないと思います。であともう一点、勉強の時に気をつけなきゃいけないのが、まとめますね満点は狙うんだよね。 出るところ何度も出てるところ過去問で大事なところを徹底して潰せよ、うん、じゃあその次は資格試験の、ね、学校とかで有効利用するといいですよ、うん、でそのために学校過去問をやるために資格試験の,この利用で効率よくやっちゃうといいですよであともう一個資格しか予備校でやるのがいいのは改正点がわかるから毎年ですね4月1日に改正があったりするんですで今年ももちろんあります。 今年だとね重要事項の説明が賃貸だと IT 充設っていうのができるようになったとかっていうのとねえあの建物のね調査ハンスインスペクトって言うんですけどそれをねあのせんができるかどうかなんていう話を書かなきゃいけないとかなかなかね大事な話がね目白押しなんですよ。去年用途地域というのをね勉強してた方は12種類だったのが13種類になってますとかす うん、新しい最新のテキストでやっぱりやらないと改正点がわからないですね。でちなみにこのねあの今回やる「ウルトラ即集完成講座」っていうのはこれはあの4月1日ちゃんと改正点が確定した時点で改定してますから、うん、だから最新の情報でやれる。だから例えば皆さんが去年おととし3年前4年前先輩に合格者にもらったテキストでやるなんていうのはこれはねどうかと思うんですよね。あの無駄絶対ダメとは言いませんけども 改正点がちゃんと修正できてないと改正される前のことを一生懸命勉強しても違う知識入れてるんですよ。うん、要は四角の勉強で大事なのはその自己投資をね。無駄あの適当にや適当というかもったいぶっちゃまずいです。うんだから、あのテキストはやっぱり最新の情報にしないと。だから、昨年使ってたテキストとかは例えば。 今年、ね、改正点というのをちゃんと修正できれば使えるけどこれが4年前5年前のテキストなんてこれねもうどどこがどうやっててされてるか分かりやしませんよ、うん、じゃあもちろん自分でね追っかけて修正できるという時間とか労力があれへけどまあ最新の方がいいんじゃないですか。まあそこら辺はこのね講座はね最新の情報が入ってるテキストでそしてここが去年と違うところっていうのを言いながらやりますので、ねうん、ちゃんとねあの理解は昨年やってた方も初めてやる方も深まっていくはずでございます。 だからまあ満点狙わないで過去問をしっかりやる改正点は意識するこの三つをちゃんと守っていれば合格はします。あとは過去問のやり方です。過去問問の位置正しいものでかどれかな一番二番三番なんか一番がそれっぽいけどさすがに問いの位置でいきなり一番はねえだろ正しいものうん三番かな答え見たらうわ外れた一番だった、うん、問いの位置は一番が正解だった。ええ、じゃあ二百問やった。 このね過去問題集うちにあるうちのうお左往過去問題集っていうのを例えばやっていただいたとすたと、じゃあ問いの位置にまた戻る繰り返しやろう過去問は問いの位置正しいものを選べ一番 見て,2番見て3番見て思思いい出出すすんですよ思い出したこれ3番が丸っぽいないきなり1番はねえと思った1番もそれっぽいと思ってたんだけど3番がやっぱりどっちかというと1番がいきなり正解してれば3番の方がなんかそれっぽかったから3番にしたら1番が正解だっただこの問題は1番が正解正解は1番よっしゃできたできてません正解番号を覚えてただけです。要は宅建試験において 85%落ちる記念受験組は除いて過去問をちゃんとやってても落ちるという人がいるわけですよ。それは何でかというと過去問のやり方がダメなんんでですす正解番号選べてて満足してるんです問いの1が1だったと覚えてるからもう234見る番で1番当たった当たった当たってるよそりゃでもそんなもんは本当に意味ないさっきの人の言う通り同じ問題二度と出ないんで、うん、過去問二度と出ないんで。 1>, そう1番が正解し番問いの1が1番が正解しこんなら分かんないんで今年、えー、要は正しいものを選べたら2 3 4は誤ってんですよ、ね、その文章のどこが誤ってんのか、えー、常に何々することができるいや例外があるから常には×だよとか、えーえー、なんで×なのか、えー、30日内にしなきゃいけないいやこれは2週間以内だ×とか。 えー、ちゃんと一個一個ね丁寧になんでこの足は×なので、うん、あとはできれば丸「丸これは丸「丸じゃあ「丸なんだけどその通りで「丸で終わりじゃなくて「丸の足をどうやって×に変えたら他の受験生は引っかかるかなっていうね皆さんが出題者のつもり出題する出題者の思考回路になるでこれは全てにおいて何事においても大事で相手の気持ちになる。うん、例えば皆さんが営業をやってたら やっぱお客さんの視点になってお客さんの気持ちになってお客さんがどういうふうなものを望んでるかお客さんがどういうふうに言われたら買いたいなと思うかっていう常にやっぱりできる営業マンの方ってそうやってお客さんの視点で考えますよね顧客,線で顧客視点でえじゃあ試験というのは取材者の視点に立って取材者がどういう思いで出,出してるのか何を聞きたいのか何を引っ掛けたいのかって常々考えながらやると暗記があままりりいらなくなくすうんあの私基本的にあの暗記が自分でできないんですよだから特に民法権利関係は覚えるな。 覚えるよう覚えるんじゃないえ考え方でやと考え方でちゃんとある程度入っていると現場で問題文読んで事例を読み取ると考え方でこれっちがマシかなで当たってくるようなんですよそういうやり方をね私はねベストだと思います。と、うんまあ、とりああえずねねねこのの、ね、のウルトラ促進というもので、まあ、私、ねあのー インプットの講義は、ね、収録させていただいているのでね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、もしよろしければね、聞いていただいて、えーえー、のー我々レックが皆さんのね、えー、合格の手助けをさせていただければと思います。はい、まあ最後になりますが、ガイダンスを受けて意欲が上がった今がチャンスです。以外、意欲が上がったかどうか分かりませんけども、ね、上がったとしたら、もう今です。やる気になった今、さあ、この瞬間から動き出して、今日から合格まで走り抜けましょうということでございました。はい、それではですね、えー、まあこれで今日はね、終わりますけれども、まあ、とにかく皆さん合格すると決めて、絶対決め 決めてね、最後まで走り続けてください合格をお祈りしますそれでは卓研合格今日が私の開講日というテーマでガイダンスをさせていただきました皆さんご清聴ありがとうございましたお疲れ様です